これにカウンターのかな。はい。で、これパスをします。Thank you.
週はスタッフで。クリッチャーとマジロクとエンチャント。こちらは3種類選びました。Keep.
海誠って知ってる？新海誠ってアニメ監督やってしまった。かなり透明感のある俳優格してる。監督さんではなくて怪しい。太ってて偉そうなやつが社長って言って、なんだっけ、細身でダリーやつ先生って呼ぶのは間違いないって、キャバ嬢が言ってた。最後の週あるかないか、ナイトスト多分8月の今度頭から半ばぐらいだと思うんですけど、ごめんごめん、どれでカウントカウント乗せて、はい、フライを1体とか送ってます。楽しないですか？
あ、こいつトランプラ持ってない。ないの。はい、買った。あ、その代わりこっちが40みたいな。ブロックは下にしたよ。ありがとうございました。Thank you.
困るのはライトニングプラスが合わさると、ちょっとちょっとまたちょっとってなるんですよね。シーズンの申請はもう終わってるので、はい、その間ちょっと時間あるんで、その間ちょっといろいろ寝る時間もあると思います。その間のただその後次のシーズン冬になっちゃうんで、冬になるとちょっと新潟から来るの大変なので、なるべくあの雪降る前にやっていただければっていうようなことがあります。デイダイス次が8、9、10だから、次その次の申請は多分11月の頭からできるとか、あと、そうですね、カスカルっていう話一番理由的に、またはいらないとあるんではい、
福島からは5人はかけるんですか、うん、もしやるなら俺仙台で入れます、うん、はい、この時あの大部で俺が知りません、セキュリティアップで人は仙台になる最初だからその流れみたいって見られば、まあ、そう無理してここであっちあっちで始まってできるうわっまあ俺は天皇の方がどっちかって、まあ、どっちにしろ子供が天皇なんで月曜日俺、まあ、前俺が日曜日大会で月曜日やってしまったやつで、俺は天皇の方が表なんで、何か何か普通に飯屋だろみたいなとこからさ、あのテーブルが水槽になってたあその2軒目に行っちゃったことあったじゃんそう、そっち来てあそこだったらまあよく行ったなと思ったらあっちのラストオーダー9時半だろ、終わっちゃってるそこちょっと、僕どうしよう食っていいランドウチョコお店的にはあそこのどっちかでやりたいって後半と前半の本人に聞いてみてどっちがいいか聞いてみて改めてこの先に連絡した方がいいですね。まだ先生が全然8月7日までできるって言ってます、はい、
帰りまた汗だくなる。汗だくしたシャワーなんですよ。それでこれも持ってたら多分ついた時点で2人とも帰ってこれなくなる。岸出してる。抱き合わせて一泊するところで行って疲れた、疲れた、温泉入ればビール飲んで、一泊ガーッと寝て、次の日また自転車で帰るってすごいいい旅行プランでなんですよ。自転車。ダーツもやるか、ダーツもな。ダーツ、ダーツ買ってダーツやんねえってやべえだろ。それはやばいね。それは結構重症だ。ダーツ買ってダーツやんねえ。もう3日だけ飽きちゃったんでしょ。やんねえ。それは重症だよ。ちまったでしょ、もんね、ダーツ。瞬間さんも。なかなかのもんね。もうちょっと、あれですよ。いろいろみんなやってるんだね、人間に。なんかマジックだけじゃないんだよ。いろいろ趣味が。ボルダリングをやんないとまずいよね。あ、ちょっと貸したよ。やってないよ。騎士はプレイヤー。やばいよね。いや、やろう。すごい、みんな。そんなに趣味を支える。俺がなんか支えます。あの人たちバンバン言うわ。あの人なんかさ、彼女ずっと生えんねん。残り5分でーす。何大事ですか、それ。彼女だったらいいの。彼女だよ。私は両方気だよ。
残り5分でーす。ここで動画撮影いいな。彼女できるとマジで。あ、わかります。だからマジでやりすぎた上に買うのに、ステラーター、ステラーターというか、スプラーター、まあ、ダルビー、ダルビー、ダルビー。自分で今、傷口を広げていくスタイルだったけど、大丈夫。結構お店
店開いてんじゃない？みんな？みんなですよ。みんな？自分ですよ。3万円が5000万円。10年ぐらい前。先週するぐらい。伊藤さんっていくつなんですか？何歳見える？はい、お時間です。今一番プレイヤーは小笠原さんかな。結婚して死ぬぐらいです。じゃあ、じゃあ、ラスト5ターンでお願いします。38今0です。いや、弱ったね。初ソープはあれですね。デリエルは何て言うんですか。ソープはそう10年前の鎌倉が多分それが最初で最後のソープ。あとはもうギアばっかりでめんどくさいから鎌倉ごめん遠征してグランプリとかなんて言うのグランプリ鎌倉ごめんプロツアーでグランプリ鎌倉ごめん終わり。